さあ始まりました、ウイチとしんのすけの。いやいやいや、それいいの？貴族船。一発目だよ。一発目だよ。いや、あのいろいろあってさ。うん、分かってるけど、ちょこれ収録でしょ？皆さんだってリアルタイムでご覧になってるわけじゃないから、多分時系列分かってないから、うわーってなってるぜ。そうだ、もう新番組なんだ。新番組の対象じゃねー。違う、流れを聞いてほしいんだ。うん、聞くから、聞いた後もう一回テイク2でやってみようか。うん、今日から始まる貴族船は、はいはい、まあ、一応基本的には江戸川の開催日7レースから12レースまでの6レースを対象にして、うん、とりあえずまあ楽しくっていうか夢を追おうぜっていう。そう、楽しく夢を追っていこうぜという企画なんですけど、これ、うんうんうん、あの江戸川生ナイスとかさ、はいはい、いろいろまあ仕事でやってるじゃない、ね、はい、でその他の配信とかもあって、うん、今、うん、30何連敗してんの。あれ、先週会った時調子いいって言ってたじゃん。あそこからもう終わっちゃって、あそこからか、あそうだ、ね、当たらないが続いて、で今日もあの貴族船がまあ7レースからということで、ちょっと予習がてら、朝始まる前からいたんだけれども、何も起こらないんで。で、もう30を超えたぐらいから数えるのやめちゃって、もうちょっと分かんないの、今。やばいね。で、まあそんな状況で始まったらこうなるじゃん、それ。大丈夫だよ。この時のために負け続けたわけ。そうかな。そうなる。それか。そうなる。そうなる。それだ。それでした。いや、よかった。始まりました。貴族船。はい。ね。なんかテレボート始めたって。そう、始めちゃってね。まあ前回ぐらいから始めちゃって、うん、今日一応現金50万円持ってきてるんですけど、うん、50万円なくなったとて大丈夫です。あ、なるほどね。大丈夫です、テレボーティングあるから。はい、もう無限に行ける。無限に行けますね。上限はないです。上限なし。なしで行っちゃうじゃん。だからちょっと俺自身も怖いね、怖さが分かった。そう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 、うん、前回とかね、結局生配信とか俺テレポート入ってなかったんで、上限言うて50万100万だったんですよ。はいはい、前回なんか100万だったんで、で今回本当、うわ、これ1日3しかないっていうところに、じゃあ1000万っていけちゃうんで。いけちゃいますね。いけちゃうんですよ。うん、いけちゃう、いけちゃう、いけちゃうから、ちょっと怖い、本当に怖い。 1.2 とか多分尋常じゃないと思うね。ちょっと俺も口に出してみておかしいなって、うん、ただね、皆さんに伝えておきたいんだけど、俺パチンコの番組でもしんさんと一緒に仕事してるんですけど、ええ、めちゃくちゃメモ取ってたね。取ってた、取ってた。江戸川の俺はとりあえず今節4日目までのデータは全部頭には入ってない。全レースの着順と配当と、これ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 、全レースメモってんだけど、風と流れがないの。そう、それを言われて先週からちょっとやり始めて、だいぶだから傾向はつかめてます。はい。傾向はつかめてます、ね、ただもうだから、はい、そのさ、風と流れがこれ入ってないから、それ入れた方がいいよって言った俺が、実際30何連敗してるんで。たださ、いらないのかな。言うて風とかデータ派じゃないじゃん。うん、感覚派じゃん。そう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 、どちらかというと天才派だじゃん。僕はどっちかというと秀才肌なんですよ。努力してデータでガチガチに固めて、よし行こうっていう、はいはい、こう見えて石橋叩いて渡るタイプなんで。なんかね、そのどでかいのが当たりそうな気配がずっとしてるのに、うん、決まってないじゃないですか。決まってない、ま、もう生配信来ますよ、やるからには。そうそう、だからそろそろ来んじゃねえかっていうところで、どでかい当たりをね、まあ、2人でぶちかましたいなと。ぶちかましょう、ぶちかまそう、ということでこの7レースから戦っていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。これは7レース後藤選手の陰線ですね。これね、もううちが3人の争いなのよ。そうだから組み合わせ抽選だよね。そう、組み合わせるからね。で、じゃあ1、2、3ボックスでいいんじゃないかっていうところからどう絞るかでしょう。あ、絞る。僕2点しか買わないです、ここ。ほー、2点です。こんなだって3のボックスでなんて 6点買いでしょ、うんうんうん、で仮に1万円ずつ買って6万円で10倍取ったとてじゃないですか。さすが。やっぱ6万円使ってじゃあ10万円取って何が嬉しいのっていう。さすが、それなのよ。そこでしょ。
それはね、ほんとね、今後、100回ぐらい言うと思いますよ。100回言えればいいね。あれね、いや、何回も波が来るね、やっぱ。パチスロと一緒。パチスロでさ、やっぱこの台はチェリー数えた方がいいなっていうところから、チェリーいらねえなに一回なるじゃん。そう、なるね。で、やっぱチェリーかなってなるじゃん。なる、なる、なる。それなんですよ。だから6万円使っても10倍取りに行かなきゃいけないなっていうふうにどっかで一回なると思うので、そこを、それは多分30何連敗するとそうなるんだ。なります、なります、はい。でもまあそこはしょうがないかなって思って、ちょっと俺は、なるほどね、貫き通します、貫き通します。いや、それはいいと思います。さすがにね、ここまで統治勝率であったり統治連率固められちゃうと1日3以外は予想できないですよ。まあ、クラスも確かに 123A ですし、もう四五郎が来ちゃったらもう彼、その人たちを褒めるしかない、リーダーに頑張ったねって。地頭いいからな。いや、俺まだ初心者だし素人だし、言うてまだ今年10回ボートやってないしね。もう何回今年やったか分かんないけど、生きた心地しないよ。365日やって100、120日ぐらいやってんの、もう5月末だけど。まあ、そうなりますよね。きついね。まあ1回につき5万円負けてたらすでに600万負けてるってことか。それじゃ効かねえな。あんま計算しないで。重くなるから。ただあれでしょ、前すげえいいこと言ったなって思ったけど、まだ負けてるわけじゃないでしょ。あ、そうそうそう、概念的に負けっていうのは存在しないっていうところに今行き着いてるから、だから死んだら負けだよね。そこなのよ、死んだ時に初めて決算になるじゃない、で、まあゼロより下回ってます、あえてマイナスと言わないんですけど、ゼロより下にいます、じゃあ負けなのかっていうところで、死んでしまってるから、これゼロなんだよね。あ、じゃあ負けた分勝ちじゃん。認識できないんだもん、死んでるんだ。そうだね、そうだね。ガーって来て、あい、死んだって言ったらチャラン。もうカイジを超えたね。でも家のローンもそうじゃないですか。いや、そうなのかな。あのローン組んでる人が死んだ ら、 保険があるからってことチャラでしょ、じゃあ全然平気じゃんでしょ、その理論って5分ぐらいしか持たない、あ、持たない。お、なんだ平気だって思ったら、なんかの瞬間にヒャッて、なんかこう通帳とか見ちゃったり、うわってなるのよ。ちゃんと記帳してる。もう記帳しなくていいんじゃね？それ。やめた方がいいよね。やめた方がいいよ、逆に。もう。うち三人の三つどもえの争いのように見えますので、1、2、3ボックスが非常に売れてるという状況ですから、そこを買ってもまあしょうがないと。いうところで僕が買ったのは神田選手の3着付け124134、1万円で、まあ、この2点にあとどこ足すかなって考えたところで桑原先生のフォーカスがちょうど神田の差しレンシターを狙えというね、4号艇というところで1423、このオッズが60倍ぐらいついてたので、ここをちょっと5000円で押さえておきたいなということで、123の4と14の23、これを金額分けて合計3万円いってみました。貴族の戦いがね、てか俺はただ単純に連敗脱出したいです。貴族船、ね、記念すべき最初のレース7レースですね。買ってきましたけれども、全部で4万円買いました、はい。で、大きく一応貴族船では大きく行こうっていう時はまあ10万オーバー行くんですけども、ちょっと様子を見ようっていう時は基本的に4万円ぐらいでちょっと様子を見ていきたいなっていうふうに思います、はい。で、今回1号艇2号艇3号艇の選手に人気が集まったということで、やはり絞らなきゃうまみを感じ取れないというところで、2号艇27歳の若き獅子にかけてみました。2号艇1着予想の1331という形でこちら、213を3万円、231を1万円と。で、これ差をつけた理由とに申しましてはですね、やっぱり1が強いっていうところで1を
2着予想の方に厚くいったという感じ。どちらも10倍ほどつきますので、本戦が当たれば30万、抑えが当たれば10万円というような買い方になってます。当たります、これ当たりますね。これもあーなるほどって思ったでしょ。思ったでしょ。これは当たりますよ。さあ、7レースどこ買いました？俺ね、ちょっと2、1、3、3万円いったんですけど、7.2 倍まで落ちちゃいましたね。3万円、ああなるほど、そういう買い方ね。10.3 倍ついてたんですよ、さっき、はあはあ、10分前までは。一気に落ちちゃった。で、30万狙いに行ったんだけど、これはあ、なるほど、うまみがまあやむなしですね。俺とでも狙い的には似てんだよね。2、30万狙いたいってことで、僕はあの逆に124、1342、1万円、で14-23を5000円。4いった、神田さん。あ、さっきのあの、あの人の信号の桑原さんがちょっと4のその連したね、差し連した狙ってもいいんじゃないかみたいなのがあったんで、まあ、僕はもう佐藤龍太郎、若き獅子に期待ですよ、うん、いや分かりますよ。なんならさ、今日イン逃げって決まってないのよ。そうなのよ、それも終わったよ、2位にしたの。6レースまで1が1回も1着になってない。そう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 。人気は1号艇5頭からスロー3選手へと集まっています。第7レース一般戦です。進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしてきました。2、3コース、コースタート。あ、もう、新さんだな、これ。スタートを切っていまして、レースは1周1番へと向かいます。リノスケ。あ、いい、残った。3号艇、山崎。続いていく2号艇、佐藤。その内側から5号艇のこと、バックスレッジです。先頭を仕切った1号艇、後藤、2番手、3号艇、山崎。あんなとこ行っちゃっちゃ無理だ。コース5号艇、根本、アウトコース2号艇、佐藤と並んでいます。これでも5だとでかいよ。3号艇、正常でした。一緒にマークトップ1号艇後藤が前回、2番手が3号艇山崎、3番手5号艇デモト、デモトさん粘ってる。上位体系1番、3番、5番、右手進行方4番手に2号艇佐藤、その後ろ大きく離されまして6番、4番追走しています。あ、でもこれ2になんじゃねえか。1号艇後藤が前回、2番手3号艇山崎、3番手5号艇デモトの内をついて左線ハンドル2号艇佐藤でバックスレッジです。佐藤の差しが届いていまして、3番から最後焦点、インコース2号艇佐藤、アウトコース振り切る5号艇デモト、4なんだよな、買っちゃったのは。トップ1号艇後藤が旋回、2番手3号艇山崎、3番手は5号艇の手元、サイド内を狙って2号艇佐藤の差しで褒め取り返しています。腕だよ。今度は差しが決まるか、2号艇佐藤、うまかったね、今のターンが。逆転で3番手と2号艇佐藤が上がるかどうか、アウトコース5号艇手元、差がなく続いていまして、3周1マークです。1番、3番と旋回しまして、最後のバックストレッチ、3番手争いは内側から2号艇佐藤が振り切っていきまして、ここで逆転、3番手と2号艇佐藤が上がっています。なるほど。上位体系1番、3番、2番、3選手抜け出しました。1、3、2か。大きく離されまして、4番手に交代、5号艇根本、後ろはある4番、6番、最終コーナーです。トップで1号艇後藤が旋回、2番手3号艇山崎、3番手2号艇佐藤、方面と折り返していまして、上位の体型1番、3番、2番、まもなくゴールです。先頭1番後藤ゴール、3番山崎ゴール、2番佐藤ゴール、5番手。惜しかったな。まあやむなしだな、これは。3分の1外した感じ、3分の1のチャンスゾーンをちょっと、あ、やっぱ 66% 引いちゃうよねっていう、そういう感じ。2位から買ってて、だから1にするか2にするか3にするかの叩き合いだったから、結局。ああ、なるほどね。3択だったのよ。はい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 。でむしろ3はなかったから 1,2 の 50% の2王も外した感じだよね。あーはーはー、うん、ほんと。こ
これはもうしょうがないよね。次当たるよ。逆に1歳には780円なんで、うん、僕らのやはり貴族が狙うオッズではなかったかなっていうのはね、うん、だまあ20万取り損ねたなっていう感じ。はいはい、うん、分かりました。次ピシャッといきましょう。はい、押し押し。さあ近藤雄一郎選手の陰線となっております。まだでも一般戦だね次。うん、11、12以外は一般戦ですが、だんだん後半になるにつれその結果出してきた選手たちの争いにはなっていきます、うんうん、でそういう意味でもやっぱり陰が強くなってくる感じなのかな。これは難しいね。3号艇だけ A2 の選手で他 B1、 そろそろ2走目の選手も出てきてて、うん、1、2、4、5号艇の選手がもう2回目なんですよ、うん、前走の結果教えとこうか。うん、2レース3枠近藤さん4着以下だね。 5着でした。5着ひどいね、うん、で2号艇の小金井選手4コースから2着でした。2着で4号艇の横谷選手インコースから2着でした。2着ね。で5号艇の富澤選手2コースから1着でしたね。これはうまくやりましたね。ただまあ力量的にもエンジン的にも2号艇の小金井選手の方が全然上なんですよ、うんうん、でも小金井選手はスタート割と遅めなのね、うんうん、そうすると3がスマートに回っちゃいますね。本来のスタート平均スタートタイミングでいけば全然3のが早いです、うん、だから小池選手が一気に行くっていう可能性は大いにあると思います。ただ今節かなりばらけてるんで、うん、一発決まっちゃうと4の横谷選手の方が先に行っちゃう可能性はあるかもしれません、うんうん、僕が出せるヒントはこのぐらいです、うんうん、統治連率を見るとやっぱ 2-3 が抜きに出てますね。だから 2-3-3-2 っていうのはまあ基本線になるんじゃないですかね。うん、貴族の金額設定がもう分かんなくなってきてるからな。だいたい5万円じゃない。だ5万円前後じゃない。なるほど、1レース一般戦で5万前後。なるほど、準優優勝戦になると10万以上っていう。なるほどです、ね、イメージはね。イメージは分かりました、うん、で県で4万みたいな。3万とかよく分かんないから3万円で様子見ようって。そうそうそう、ああああああ広くいくか。広くいくとだけど。マジか、顔に生え止まったんだがこれ、この大きなやつ信じられないよ。もう顔からうんこ出ちゃってるってことでしょ。信じられない。それとももう死体になってんのかな、これ。死体になってんだ。腐ってきてて、刺繍が漂ってんだ。失礼しちゃうよな、まだ生きてんだよ、ふざけやがって。俺だって貴族の端くれだってこと見してやんよって思って思いっきりよく買ったはいいんですけれども、これをね見ていただきたいんです。僕は自分で予想した8レース本気で行くところは1221流しの5000円8点で4万円だったんですね。1221だったんです。ところが桑原先生のフォーカスを見たら2小金井のまくりだと、で4の横谷の足がいいと、で僕が買った船券ですよ。くれぐれも覚えておいてください。1221を5000円、2が小金井選手です。小金井選手の直まくりだって言われると俺が買ったのこれだからね。2442、もうブレブレなんだやっぱ小金井がまくっちゃうかみたいな、でよく足いいか、じゃあ2442かっつってこうなっちゃってんで、あやっぱダメなのかな俺なって思いました。でもう一個自分で思ったのが横谷選手の、一気のまくり41、そして45ですね。これは、満州が多いんで1000円でいいかと思ったんですけど、こっちに振った分ですね、やっぱこう金額ビビっちゃうというか
さすがにここにもう熱くいくとちょっと心臓がはち切れちゃうんでということで1000円いきました。弱い。はい、江戸川ボートレースをする上で僕が一番重要視しているポイントは、当地江戸川ボートレース場でどれぐらいの割合で連隊に絡むのか3連隊に絡むのかっていう割合を重要視してるんですが、2号艇と3号艇の選手はどちらも 30% オーバー、まあ、一つの目安として 30% オーバーしてるところは切れないっていうのがあって、6艇の中で 30% 超えてるのは2号艇と3号艇だけという形になったんですね。で、2,3 から手広く行くのか厚く行くのかっていうところを吟味したところ、これは続いて統治連率が、まあ、15% でしかないんですけれども、で1がちょっと弱すぎるっていうところで1はないものとして内側の 2,3,4 のボックスという形、 2,3,4 ボックス1万円ずつの6万円でございます。はい、で僕ねボックス買いっていうのをいい思いしたこと今まで一度もないんですね。はい、なんですけれども手広くいったとて絞りきれないしっていうところの部分でちょっと金額を抑え気味にしてみました。はい、頑張ります。さあ8レースどこ買いました？234ボックス。ああ、もうちょっと絞りきれませんでした。僕の力量では僕は最後の最後桑原先生の助言をもとに1221の予想を2442に変更して、そしてもう一個は4145横谷選手のまくり切り1000。あ、結構穴いったね。ちょっとその1000円っていう買い方がね俺の辞書にないんだ。いやそれ言われちゃうと、厳しい。俺も精一杯背伸びしていこうかと思ったね。ただ2442で5000円いったんで4万円じゃないですか。はいはい、でいつもとそれ俺の辞書に加えてった方がいいのかなっていうか、1000円これで当たるようだったら。ああ、うん、ね、そう、ちょっともう30過ぎてからその馬券にしても船券にしても買うとき1000円単位ってやったことないんで、もうそんなに責められると、うん、あの前5000円ちょっと買ってみたらなんかうんうんって思ったんですよね。なるほどね。 そこはちょっと見せてください。逆にやるべきだよっていうところを。いや、こういうのでまあ10万20万取れたりすることもあるんでね。それをちょっとね目の当たりにして、逆にホーム側変わらず強めの追い風追い潮コンディションです。スタート10秒切りました。8レース一般戦です。進入体系インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。4来てるのから1号艇今度好スタートを切っています。あ、絞りに行かねえんだ。逃げる1号艇今度マクル3号艇小池サシは2号艇小金井そのアウトコースから1号艇がちょっと頑張ってんじゃん今度。先頭1号艇の近藤アウトコース3号艇小池全然わかんない。5号艇の富澤2号艇小金井スターター前提正常です。一緒にマークトップで1号艇近藤が旋回。あ、まあ小池選手 A2 だしな。内側から2号艇の小金井1がいなきゃ当たってんだよな。1がこんな行くと思わなかったな。先頭独走1号艇近藤が抜け出しています。1,3,5 頂点3番手争い1コース5号艇富澤アウトコース2号艇小金井が並んでいます。2スイッチマーク3番手は内側から5号艇富澤が先行相当つけて待っていた2号艇の小金井内側からは6号艇の小林レバックスレッジェットに来ています。3番手は2号艇小金井が優勢ですが日程審査内側から5号艇の富澤も食らいついています。はあ、レースは2周2番手へと向かいます。わからトップで1号艇近藤が旋回2番手3号艇小池3番手争いですが内側合わせて回る5号艇富澤アウトコース2号艇小金井方面取り返しています。先頭2番手1番3番は抜け出していましてレースは最終周回3番手2号艇小金井がわずかに優勢ですが内側から差がなく6番5番と追走です。3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと確定抜け出しています。3番手は2号艇小金井が守っていますが内側から差がなく6号艇小林5号艇富澤と追走です。富澤は先頭は1から押し切りました。1号艇近藤裕一郎、まあ2だね、これはね、最終コーナートップで旋回しています。2番手3号艇小池
3番手は2号艇小金井、5名と折り返していまして、上位の台形1番、3番、2番、まもなくゴールを迎えます。先頭1番小金井、3番小池五輪、2番小金井五輪。1000円でよかったよ、41なんてやっぱり桑原さんのやつ当たんないんじゃないか。あの当たる日と当たんない日がやっぱ偏るかな。あ、今日は当たんない日だね、どうやら。これはもう近藤さんを、いや、さすが1を守り切ったって褒めるしかないんじゃないですか。そうですね、うん。でやっぱガラッと変わって7から急にインが逃げるっていう、この展開、そして2レース連続1-3-2、この辺も踏まえながら、これはもうどうしようもないわ。次に生かしていきたいですね。今のも取りようがない。まあよかった、6万円で6万円でよかった、よかったよかった、もう全然とおっしゃいますと、ちょっとね、若干8万10万行こうとしてたんで。なるほど、うん、よかったよかった。よし、次勝負レースですわ、これ僕の得意なレースですよ。得意、あの6号艇に A クラスの選手が来てる選手、あのレースっていうのは僕好きなんです。鶴本選手ね、はい、前半ちょっと苦戦したんですけど、後半になって戻してきてる感じはありますね。ただ昨日はインコースから負けております。これはもう見えてますね、もう壊滅。今の流れだとインが逃げるってことね。しちゃいましたね。そんなついてねえんだろうなこれ。ああ、やはり、ああ、うまみねえな、うまみねえな、どうすっかな、これは鶴本さんがね、ね、ちょっと肝になりそうですけどね。うん、126しか見えないんだよな。ただ8.5倍。このレースそういえば勝負レースっておっしゃってました、まあ、うん、まあ一応勝負はしますけど、それは、あ、それがあれか、6号艇鶴本選手 A1 ってことだ。そうそうそう、ってことはこれ鶴本選手を絡めるってこと。絡めます。はー、これはちょっと行くよ。まあまあまあちょっと、まあまあちょっとね、前半戦なんで、前半戦なんで、これちょっと自信あるぞ、これちょっと自信出てきたぞ。まだちょっと帯狙いになってないな、帯行かねえわ、本線行っても。帯は必ず狙っていくスタイルにしたいんですか。したいんだけど届いてないんだよね。この調子で行くと最低でも6レースやるから24万負けんのか。なあ、どうしたん、え、どうしたん。いや、なんかね、もう気持ちが負けてるってあるじゃん、うん、結局 PUBG とか APEX とかああいうタップゲームもそうで、うん、パンパンパン、うん、当たれ当たれ当たれみたいな、こういうことじゃん。それが、うん、あーじゃあ当たんないよね。あー、もうどうせ俺の球なんか当たんないもんな、当たんないよねみたいな、うん、やっぱこう攻めないと。多分俺ゲームのキャラも打つときこうなってるから何も言ってない、うん、だもう向こうの人も、もうこういう感じじゃん、こういう感じで行かないといくじゃん、うん、俺こうなんだ。あ、大丈夫だって。リプレイとか多分見たらこうなってる。ちょっと今までのこと忘れたら、忘れたら、今日初めてボートする気持ちでやってみたら、今このレース初レース。そっか、うん、よし、やっぱ安いとこいらないな。オッズで決めんだ、オッズで決めんだね、やっぱね。いや俺はほらオッズダンサーだから、ね、日本有数のオッズダンサーなんだ。そう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 、分かった、思い出したわ。変になんかできない予想するから当たんねえんだ。 OK OK、 平見選手の陰線ということで、腕でいけば平見選手の普通の逃げで、今また7-8が逃げの流れになってますんで、平見選手頭っていうのは当然買うんですが、1、2、3、1、2、4以外は
1256がまあ極端に安いんですよね。で6号艇うまい鶴本選手が今節非常に苦戦しているという状況なので、ここはあえてもう1-2切り捨てて杉村選手1-3、ここがねついてんですよ。ただ杉村選手はなかなかあの成績残してるし、桑原先生のフォーカスでも この回目は全然ありそうだったんで、背中を押された気持ちで。そしてもう一つは、実は1号艇の平見選手がそこまで調子良くない感じであるというところ、2号艇の山下龍心選手から行きたいですね。これもなんと桑原先生のフォーカスで1平見対2山下の争いみたいなのもありましたんで、2-1あってもおかしくないと思っております。ここの合計4万円で逆転を狙いたいと思います。はい、貴族船初日前半戦ということでございまして、江戸川9レースですか、9レース、僕がボートをやってまあまあゆかりのある名前の選手、鶴本さん6号艇というところで A1 の選手なんですけど、強いターンの上手い選手っていうふうに僕は認識してるんですけども、その方が2着3着に来ることをイメージした買い方をしました。でも出走表を見た瞬間に1-2-6がパンって入ってきたので、そこを厚めに、ただ8倍しかつかないんですね、8倍しかつかない。で2着3着にターンをこう2周目3周目ターンしてさばいてさばいて、6号艇が2着3着に入るだろうという予想のもと、6号艇を2着3着に来るような買い方で、勝てて加えてなんだかんだ江戸川の1号艇2号艇っていうのは僕がデータをつけ始めて 85% ぐらいで1号艇2号艇が1着2着に来てるっていうイメージがあるので、1-2を絡ませたこういう買い方でございます。はい、こちら1-2-6、8倍のところに5万円ですね。当たって帯いくかっていうといかないです。5波40の40万狙いで、濃くいったのが216と261、これ261はなんと60倍ついてまして帯いけます、2万円買ってるんで、はい、で、最後162、これ15倍ぐらいなんですけれども、切ってお金がなくなるよりは来たら一応元は取れるよっていうところでございます。はい、この4点当たります。どこ買いました？これまあまあ行きました。まあまあ行った。喉乾いちゃって喉乾いちゃって、鶴本さんのターンを信頼して2着3着に絡める形で1-2を絡めると、1-2-6、5万円一番人気 7.3 倍なんで、あー落ちたな、8倍あったんだよ。あー5735、35万だね、5万円で、あとは216、2万円ほー216、2万円、18倍で261、2万円、50倍、これまあ帯いきます。261やったら俺叫ぶんで、すごいね、で抑えで16に1万円という、絞ったね、僕はもう13と21を5000円ずつで流しました。13と21、ああうまいね。でもなんかそういうやっぱこう男気あふれる絞りとか見ると、うん、なんか恥ずかしくなるね。もうね全てに負けてんだよね。いやいやいや、これだってあなたはこういう買い方でしょ普通は。どうした？いやいや俺そういう絞り方はやっぱ普段からしないから。あ、しないんだ、手広くな感じだ。あの広く買ってまさかの3着が入ってラッキーっていうのを期待するスタイルなんで。たださ、やっぱボート長く続けていくためにはラッキーじゃダメでしょ。もう全部痛いからそろそろやめてもらっていいですか。もうなんか当たって当たり前っていう雰囲気感を出していかないとやっぱダメなんだよね。言うて勝負事だから。現在南西流進頑張れ。まあ、鶴本さんじゃない。次の2着でいいぞ。第9レース一般特賞、進入地から1番2番3番流進が伸びていって伸びていって伸びていっていいぞ、これいいぞ、1-3にもなるぞ。
1日にまず1日よしよしよし2日であとは鶴本の腕次第。あ、1人になっちゃう。あとは鶴本だぞ。よし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 、頑張れ頑張れ頑張れ。あとは鶴本さんが頑張れ頑張れ。さばいてけ。今おい6着じゃねえか鶴本さん。よし頑張れ。ナイスだ。ああ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 、ダメ。ちょっと待って、鶴本さん、鶴本さん諦めんなよ。鶴本さん何諦めてんだよ。ニチニチニチ、鶴本さん、よしよし。あ、そこ握っちゃダメだ。鶴本さん、ナイスだ。うわああ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 あ、鶴本どうした、鶴本どうして6着だ。惜しくも2番手2号艇山下、3番手3号艇鈴平、1、2、6になるじゃん。6号艇の鶴本です。6、4着、4着来たよ。し26、26、1、2、6になるよこれ。あ、ならない。あ、鶴本、鶴本あと1勝あるよな。あるあるある。なんで1、2かよ。ダメだダメだ、1、2じゃダメだ。まあ、1、2、6ならあるんでしょ。1、2、6ならある。まあでも鶴本見届けよ。最後のバックストレッチへと先頭で抜け出しています。シリーズ初白星となりそうです。いや、なくはないよこれ。江戸川なら最後のターンだよ、それは分かってる。ああ、いいんだよ、モーター出てないんだよ、さっきから見てると。全然直線で離されてんのよ、6が。最終コーナートップで1号艇平見がクリア、2番手2号艇山下、3番手3号艇杉村。惜しいなぁ、まあ、狙いは間違ってなかったなぁ。狙いは間違ってなかったわ。ただ鶴本さん、モーター出てないの言ってよ。毎回直線で離されてんだよこれ、本当に見てると、ね、うん、ずっと見てたんだから俺で、倒せると追いついてまた離されていくの。まあ、ただずっと見てたんだったら気づいてほしかったっていうのはありますよね。マジか、ね、鶴本さんモーター出てないわこれ。ああ、ちょっと惜しかったな今の。鶴本モーター、そうだね、ずっと見てたらモーターも見てないとダメだねこれね。ターン上手い選手はそこまで見る必要性があるってことを今勉強できました。10万円使って勉強できました。本当に。さあ前半これで終わりましたが、僕が4万12万ちょい。あ、そんなもんで済んだの。12万8000円かな。僕はちょうど20万円あ、そう、ちょうど20万円ちょうど20万円。勇気もらってるやっぱりね、勇気出るっていうか。あ、そう、そうですよ。まんま、まんま今やられました。もう20いっちゃった。20いってます。後半頑張ろうねいやいやいや、でも全然いけるよ、うん、いや、いけるよ、うん、俺まだいけるって今。でもね、この9レースはちょっと惜しかったね。うん、惜しかった。読みは合ってたから。じゃあ、あの次回に向けて、ちょっとさらに引き締めて頑張っていきましょう。いきますよ、はい。